関東バス、丸山営業所。関東バス、丸山営業所は、東京都中野区江戸田に位置する、関東バスの営業所である。敷地内に、関東バス整備センターを有する。過去には、KB バス丸山営業所も併設され、KB バスに関東バス、丸山営業所の運営を委託していたが、2009年11月1日より、丸山営業所管内の全路線が自社での運行となった。 本校では、KB バス丸山営業所についても記述する。丸山営業所管内の一般路線で、現在唯一新宿駅に乗り入れる路線である。1990年代は、大型車での運行だったが、2000年2月16日に、KB バスへ移管されると、中型、小型車が専属で充当されていた。2009年11月1日の関東バス統合後は、 大型車も混ざって運行される。路線名である椎名町は、現在の南長崎1丁目から6丁目及び目白4丁目5丁目に当たり、1964年、昭和39年11月に行われた都市区の区画整理まで利用された地名である。そのため、椎名町線と名乗ってはいるが、西武池袋線の椎名町駅には乗り入れを行っていない。 2011年11月15日、新宿西口停留所が、新宿駅西口に改称された。現在の新宿西口停留所とは異なる場所となる。2013年2月18日に、宿01が新設された。以前運行されていた宿01と設定目的は、ほぼ同じで、利用が多い新宿駅西口から小滝橋間を補う役割を持つ。 平日の朝と深夜のみ運行となり、深夜バスの運行もあった。深夜バスは宿02にも同日より設定されたが、宿02深夜バスは宿01深夜バスの後に運行されていた。なお、深夜バスは2015年3月20日の運行をもって終了したため、宿01は平日朝のみの運行となっている。2016年1月25日より、 宿0一のうち1便が新宿中央通りへの三菱東京 UFJ 銀行前まで延長となった。新設停留所は新宿西口となっている。中野駅と江古田駅を結ぶ路線で丸山営業所経由と高原中野通り経由がある。西部新宿線の踏切と荒井交差点の渋滞に阻まれるため、路線の中野側では通勤時間帯を中心に 定時運行が困難である。1000名の、諸とは、板橋区、小萌の旧町名で、1950年7月1日に、開通した、当初の運行区間が、中野駅、諸郵便局前であったことに由来する。西部池袋路線以北に達する路線は、池袋線、工述に次いで2000目で、開通によって、エリアを、板橋区の南部まで一気に拡大し、当時は、 江ゴ田駅東側の踏切を渡って、小竹町を経由する経路で運行していた。1960年に、江ゴ田駅北が、道路状況の良い寒羅な経由に変更され、同時に、城北高校に達していたが、長らく、中野駅、丸山営業所、諸郵便局、現、小舟を軸に運行されてきた。経路を大幅に変えてまで、江ゴ駅小舟のタンク間を維持したのは、かつて、 練馬区と板橋区の境界に位置する、小竹、小萌、羽沢地区に鉄道がなく、1983年に、営団地下鉄、現、東京地下鉄裏区線と、西部有楽町線が開業して、小竹向原駅、新桜台駅が開設されるまで、最寄りであった江戸田駅に接続する、バス路線の利用頻度が高かったためである。しかし、有楽町線開業後は、 乗客が鉄道へ流れて、バスの利用者が減っていき、次第に、小萌駅は、減便されて1997年9月15日に、廃止された。その後は、江戸田駅までの系統だけが残り、モロは、路線名のみが残ることとなった。中40のみが停車していた、停留所、武蔵大学、豊玉北一丁目、北新井公園は、中41の、深夜バスを、 迂回運行させることで存続させている。中10は中12の出入コロ線で、以前は入出庫で多数運転されていたが、現在は中20を多く運転し、中野方向が朝1便、営業所方向が夜1便のみ運行される。2010年11月16日、中41の深夜バスのうち中野方向を 新井薬師駅を経営しない中43へ変更し、丸山営業所止まりの深夜バス、中45を新設した。2011年9月16日、新井薬師前停留所が、新井薬師梅寺市院前に、新井薬師駅停留所が、新井薬師前駅に、新井薬師駅北口校舎場停留所が、新井薬師前駅北口校舎場に、 江戸田地域センター停留所が江戸タ区民活動センターに改称された。2015年10月16日、中野駅と新井薬島駅間の折り返し系統である中13が新設された。平日朝のみの運行で、中野駅、新井薬島駅間は中12の経路、新井薬島駅、中野駅間は中41の経路で運行し、循環系統を扱いとなる。 中野駅では2番乗り場からの発車である。中野駅から中野通りを北上し、江戸田の森、国立療養所中野病院跡地や西部、池袋線の各駅、練馬駅、江戸田駅、中村橋駅へ向かう。中野駅から新大梅街道へ北上する路線としては、比較的新しい路線で、1950年代後半頃に開通しているが、当初は、 現行の中野通りが未開通だったため、新井薬師駅を経由していた。2007年4月1日にエゴタの森が開業したのに合わせ、中23、中野駅下、も徳田京の代替として、中27が新設された。その後、2012年5月16日に、総合東京病院、エゴタの森へのエゴタ駅からのアクセ改善のため中28が新設された。 中28は当初平日運行だったが、同年10月1日、実際は10月6日より、土曜、被災日の運行も開始した。2013年9月20日のダイヤ改正で、中24が中野駅方向、平日2便まで減便、中野駅からの中村橋駅行きはすべて廃止され、丸山営業所からの出庫便のみが、中村橋駅へ向かうこととなった。 この際に従来から運行されている中24から2の他に中24中村橋駅行きの保管として南クライン経由の出庫便が新設された中27も平日日中は全便が中28として江戸田駅まで延伸され同日には練馬区議会議員の陳情によって中25が新設同時に運行路線名も中村橋線から 練馬線へ変更された。新設された中25は中の練馬の乗り同士ではかなりの遠回りとなるが、京王バスの中92系統が練馬方向のみ、停車の荒井小学校、大下橋、下田橋、哲学、同下の四停留所に練馬駅から行く場合は格段に便利になった。しかし、実際は江戸田の森江戸田駅までの利用率が著しく悪い。 ためか、2018年4月9日のダイヤ改正で、中28の平日ダイヤは、朝8時台、9時台の計4本、と休日ダイヤでは20時台から18時台のみの行と大幅に削減され、それ以外は中27に変更された。また、中25もこのダイヤ改正で減便され、中27の本数が大幅に増加した。そのため、中27と、 中28は平日と、土休日で、運行内容が大幅に異なるというダイヤになっている。つまり、平日日中は、江戸田の森止まりの中27が、土休日日中は、江戸田駅まで向かう、中28が主体になっている。中25は、公園寺駅発着工重系統と、西本村橋、豊玉南住宅練馬駅間で類似したルートを通り、特に、 豊玉甲新通り練馬駅間で重複する。甲10が甲新通りを直進するのに対し、中25は南クライン経由の迂回ルートを進む。中25、練馬駅方面の中野駅からの直通は21時30分頃で終了し、全便が江戸タの森発着となる。この時間帯以降、同駅方面へは西隣の高円寺駅から甲10。 高60、高63の利用となる。南クライン付近へは、京王バス中92の利用となる。上記にも述べたように、練馬線では、早朝の出港、夕方以降、ラッシュ終了後の入港に運行される、出入港便をいくつか有する。中24から2は、2013年9月まで、下、徳田京中村南三丁目において、他社を含む、他路線が経由しない。 独自経路をたどっていたが、同年9月20日に中25が開業したことで初めてた路線との重複が発生した。それでも中村橋駅への出港は近隣に平行路線が多いために早朝出港時の片道1便に抑えられている。江戸田の森への出入小便は通常は総合東京病院経由だが、朝の一部は 中41の経路で、エゴタ区民活動センター停留所先の交差点を左折して、エゴタの森へ至る。中20は、中野駅発着系統の出入庫系統で、中10.3045になる、便以外はすべてあたり系統で出入庫する。中野駅では、中25、中28全便と中27の22時以降が一番、乗り場始発2番乗り場経由、中27、 22時以前と、中20、池11の入庫以外は2番乗り場始発、中20の池11と、宿08の入庫が9番乗り場始発取るので、各系統ごとに、始発地点が異なる状態になっていたが、2018年4月9日のダイヤ改正で、中28の大幅な減便を受け、中20以外は1番乗り場に統一され、2番乗り場は通過となった。 2007年に中村北三丁目停留所が中野駅方向のみの停車となった。2008年には中村三丁目停留所が移設によって中野駅方向のみの停車となった。また、2011年9月16日には東京病院停留所が総合東京病院に江戸田地域センター停留所が江戸タク活動センターに2011年11月15日には 中村橋停留所が中村橋駅に、八幡田前停留所が中村八幡に、2013年9月15日には、下、徳田京停留所が総合東京病院、下、徳田京に、豊田間南三丁目停留所が中村南スポーツ交流センターにそれぞれ、改称された。1949年4月1日に、東都乗り合い自動車との共同運行で開通した。 中野駅から新大梅街道方面へ北上する路線としては、最古で中央線と池袋を結ぶバイパス線の役割を担った路線。現在も共同運行は変わらず、概ね半々の割合で運行されている。中30は中野駅北口再開発工事に伴い2011年9月16日に新設された出庫系統である。入庫便は中20として運行する。 中30が新設されると同時に、池11は、中野駅方向の未区立体育館経由となった。2011年9月16日、荒井薬師前停留所が、荒井薬師埋めてらしい前、荒井薬師駅停留所が、荒井薬師前駅、荒井,井,井薬師駅北口校舎場停留所が、荒井薬師前駅北口校舎場に、車庫前停留所が、池袋車庫に、それぞれ解消された。 関東バスでストライキが発生した場合、国際工業バスがあるため運休とならないが、本数が大幅に減る。2008年9月15日まで管轄していた高60の出入庫系統。高60は1960年代半ば頃に、慶応帝都との共同運行で開通した路線だが、1975年に慶応が練馬営業所を廃止して、以降は、 関東が単独運行してい、2008年3月16日より、高60は、阿佐ヶ谷、五日市街道との共同運行となったが、半年後の改正で解消され、五日市街道に完全移管、阿佐ヶ谷と共に撤退した。しかし、高70は廃止されずに、公園寺線の応援として早朝一往復のみ、残存している。2009年5月1日、 公園寺北二丁目停留所が、杉並芸術会館座、公園寺前に改称された。2011年9月16日、丸山小学校停留所が、緑谷小学校に改称された。2011年11月15日、野方駅南口停留所が、野方駅入口に改称された。新宿区内で既存のバス路線がない地域に住む交通制約者をカバーすべく、 検討した地域密着型バスのモデルケース7種類のうちの一つ。この100人挑戦が唯一採算が取れると判断され、KBE バスに要請して2002年3月2日に運行が始まった。しかし実際には開業当初より赤字で、開業時には毎時3本だったが、2005年11月には毎時2本に、さらには2007年9月16日から毎時1本の 運行へと厳便され、今に至る。他の路線とは異なり、運賃は210円、IC 運賃は206円均一。東中野駅付近は、と循環する経路となっている。このため、東中野駅入り口を高田の馬場駅方向から利用する場合は、東中野駅を越えて乗車することが可能である。ただし、最終便のみ、東中野駅西口が終点となる。 2011年9月16日、東中野地域センター停留所が、東中野区民活動センターに、東中野1丁目停留所が、東中野駅入り口に改称された。2013年9月15日、富山団地中央停留所が、100人町4丁目に改称された。2014年4月1日、社会保険中央病院停留所が、 東京山手メディカルセンターに改称された。2015年3月2日、東中野駅西口ロータリー完成に伴い、ロータリー内に東中野駅西口停留所を新設。旧来の東中野駅西口停留所は東中野駅大江戸線口に改称された。開業当時は専属の小型ノステップバスと、やレれに専属の小型車1台の3台体制を取っていたが、 現在は、中型車が担当している。2018年11月1日より、宿08のみ、阿佐ヶ谷営業所の共同運行となった。丸山担当は、中野駅への出港を中30、入港を中20として、池11と同じような形をとっている。宿02でで入港する運用も存在する。このため、中野駅乗り場が宿08とは45系統で、 入れ替わっている。内は共同運行会社、阿佐ヶ谷営業所の東京線に続く都営、西武バスとの三社局共同運行第2弾として1950年、昭和25年に開設された、中村八線と阿佐ヶ谷営業所の伊勢丹線をベースに一部、野方線のルートも取り入れて、大募駅まで行き都営エリアに入り込むルートを取った。1961年、 昭和36年に、都営側の担当が練馬から小滝橋に変わる。1969年、昭和44年2月一日付で、荒井薬師駅と江戸谷2丁目の間が延長されるが、都電第六次撤去と同時の1971年、昭和46年3月17日限りで、関東バスと西部が撤退して、都営単独の24系統。 東京駅大久保駅に変更となった。都営単独となった後も、区間の変更を繰り返し、現在の高71系統、高田の馬場駅区段下となる。1981年頃に廃止。その後、小滝橋までに短縮されて復活する、前日。2007年、平成19年4月1日の江ゴ田の森海園に、合わせ、127に変更されて廃止。 2013年9月20日に、中野駅方向2便のみの運行まで減便。中野駅からの中村橋駅行きは廃止され、中村橋駅へは、丸山営業所からの出庫便のみが運行する。中24の出入庫便。2007年4月1日に入庫便が廃止されたが、同経路を走る出庫便は残存している。2008年、 平成20年9月の公園寺線以下に合わせ、整理される形で廃止。1983年、昭和58年の西部有楽町線開業で乗客が減少し、小物折り返し時にガードマンの誘導で間7通りの交通を停車させて折り返していた点が危険とされ、1997年、平成9年9月15日限りで廃止された。 2010年11月16日、経路変更により、荒井薬師駅を経由しない中43となった。東京都交通局、都営バスと共同運行の130系統として、開設され、都現代7次撤去と同時の1972年、昭和47年11月、交通局の原則に沿って、杉並区方面への路線に割り振られた70番台の、 系統番号を与えられる。交通局第二次再建計画に基づく路線再編成により、1977年昭和52年12月16日付で中野駅を境界に関東バスと都営バスで分割。関東バスは中41として現在まで継続される。都営バスは中野区役所、中野駅北口から新大田駅前、大田奏者所となるが、 交通局第三次再建計画に伴う路線再編成により1982年昭和57年12月5日限りで廃止された。公園地線の出入庫系統2008年の五日市街道への移管により意味を失って廃止された。2008年3月16日、阿佐ヶ谷営業所と五日市街道を営業所の共同管轄としたが同年9月16日に 三日市街道を営業所へ完全移管。1972年、昭和47年の開設当時に担当。1976年、昭和51年10月1日付で、阿佐ヶ谷営業所へ移管された。1976年、昭和51年10月1日付で、阿佐ヶ谷営業所へ移管された。1995年に開業したが、 利用客が定着せず、1998年3月1日に廃止された。2002年、平成14年3月20日に、京王電鉄バス、東京空港交通との3社共同運行で運行を開始した。KB バスには2003年、平成15年6月18日付で移管され、 同時に、練馬駅まで延伸されたが、同年10月1日には、京王電鉄バス担当便が、子会社の京王バス東に、遺憾。さらに2005年、平成17年6月30日限りで、京王が撤退する。KB バスも、乗客数不振を理由に2006年7月14日限りで、撤退。東京空港交通の単独運行となり、現在に至る。中野駅。 ガードした停留所は、羽田空港方面の一部便のみが停車した。現在は、中野駅、ガードした停留所には停車しない。2008年、平成20年12月9日付で、京都駅経由の東京ミッドナイトエクスプレス、京都号へ統合され廃止。東京ミッドナイトエクスプレス、京都号は、クズの廃棄にも停車する、経路変更を行った。 さらに KB バスの事業停止により、2009年11月1日付で、関東バス本体へ復帰した。関東バスの中でも日野自動車製の車両がまとまって、配置されているのが特徴。特に、日野車体工業製の車体を持つレインボー HR は、丸山営業所のみで見られる車種である。また、ブルーリボン E もまとまった数が所属している。キロボルト290系。 7200番台は通常だと左側前輪に燃料タンクを配置すべきところが関東バスは右側前輪に燃料タンクを配置しているかつては日の自動車製で富士重工ボギの3扉かつハイブリッド車という全国でも他に例がない仕様を持つ HIMR の8000台が2台在籍しており異彩を放っていた日産ディーゼル、現 ドトラックス製の車両は、大梅街道営業所と共に近年では、割合が大きく低下している。一時期日産ディーゼルの新車導入がされなかった時期も、あったが、2005年から2010年にかけては、数台導入された。三菱不走製の車両は、中型車で800台の、約半数が配置されていたが、経年のため助手席が進み現在は3台のみ。エアロミディ MK が多いが、 関東バスで唯一のエアロミディエ s d 8 1 4も配置されている。関東バス発導入となった m p 3 8系、2 4 0 0番台も在籍している。夜行高速バスを担当するため、三菱不走、エアロバスとエアロキング、二階建て車、日野、セレガ、イスズガーラの配置がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。